で、ありがとうありがとう言ってると、なぜか痛みがないっていうのと、死んでから体温が落ちない。一応私は何百例と聞いています、今この2年ぐらいで。体温が落ちない、で硬直しない体が、だいたい12時間、最低12時間ぐらいは死後硬直が来ないそうです。でバラ色のすごく美しい肌をしているそうで、この人生涯で今日が一番美しいんじゃないっていう話があるらしいんですけど一生懸命30代40代でお化粧してたよりも、その70ぐらいで死んだ時にですね、その肌がバラ色でツヤツヤしてすごく美しいっていうような話が報告されています。はい。で冷たくなっていかないそうです。だからなんか生きてるみたいだって言いますね、みんな。でその人たちに共通している項目というのが、ずっとありがとうを言っていたということです。でありがとうを言ってると何かが変わるらしい、体の中の細胞が変わるらしいので、損得感情で誰かが話を始めるかなと思ったんですけど始めないんですか、誰も。だから精神的な観念的な、そのありがとうが言える人になりなさいという話ではなくて、ありがとうを言うと損得感情としてすごくいいですよという話です。私は唯物論なので、そのありがとうがいつでも言えるような立派な人になりなさいという話は好きじゃないんです ね。損得感情でありがとうを言った方がいいみたいだということを一応言っときます。はい。でなんか今日の話終わってしまったみたいですね、この1年の終わりが終わってしまったみたいですけど、いやこれからまだ話は続くんです。まあ今の話で言うとですね、今までに喋ってきたことと共通のことが結構あります。でもう耳にタコができるくらいにいて、タコがくっついてる人もいますけどね、こういうのになって耳がタコの形してる人もいますけども、あるこの世界での有名な病院というのがあって、まあ、いわゆる精神世界と言われている世界での病院の、副院長を15年やっている人という人が、乳がんと子宮がんと卵巣腫瘍、卵巣がんということですねこの3つの人をずっと見つめてきた。そしてこの15年間でこの3つの病気になる人に、当然女性なんですけれども、この3つにかかる人に人格上の共通項があるということに気がついたっていうのを私に喋ってくれたことがあります。で皆さんにお教えしておきますが、宇宙法則、宇宙方程式みたいなものを探す方法っていうのは意外に身近なところにありまして、その共通のものをその外的に持っている、つまり人に対してそういうのを見せている、そういう症状を持っている人に人格上の共通項がないかとか、そういうふうに探していくと宇宙の方程式が見えてくることがあるんです、ね、だからお客さんが引きも切らず来ている飲食店っていうのを仮にノートに20個ぐらいこう書き出して、この20件をずっとこうやって見てるとですね、はたと気がつく、あ、この店20件に全部共通項があるじゃないとかね、全然人の来てない流行ってない店をこうやって、ね、20回書き出して、この20件じーっと見てるとハッと気がつくことがある。そしたらね、ある人がねパッと手を挙げて、セカンさん、流行ってないお店20件今頭に思い浮かべたらその共通項が分かりましたよって言った人がいる、講演会の最中に。で、あ、それ面白い、ちょっと言ってみてください、人が来てないってことですねってそうじゃなくてそういうんじゃなくて、もっと根底的なもの人が来てないお店を書き出したのだから例えば流行ってるお店に共通項がある、で例えば流行ってるお店を20件書き出すと、この飲食店に限って言うと共通項があって、1番目のお客さんと2番目3番目4番目のお客さんと来た時に、1番目の人がラーメンで
2番目の人がチャーハンで3人目が焼きそばで4人目がラーメンだったとすると、普通のお店ってね、1と4の人を一緒にしてラーメンを作って、1と4を出してからそれから2番目と3番目にものを出したりする。ところが流行ってるお店というのは必ず1、2、3、4の順にものを出している。で、1回2回でそれはいいだろうってそのお店の人は思うのかもしれないけど、いつも来てくれるお客さんっていうのはもう何回もの何十食も食べてるわけでしょ。そのたんびに自分が順番が先なのにいつも待たされているっていうことが重なってくると、この店に行かなくなる。で、味とかなんとかよりももっと重要なポイントがあるみたいで、それは順番をちゃんと守るということですね。で、これは飲食店で流行ってるお店っていうのはそういうことをやっていますよ。ちゃんと順番通りに出している。だからまだ共通項はあるんです。お客さんが来るお店とお客さんが来ないお店っていうのは、飲食店でいうと駐車場に空き缶や新聞紙やビニールが転がってる店っていうのは人が来ない。で、人が来てるお店というのは空き缶やビニールだとか新聞紙が転がっていないというようなとこも共通項があります。で、どうしてそうだと人が来るのかっていうのはそことか分かんないとこですね。神様に聞いてみないと分かんないんですけど、とりあえずそういう共通項があって、で、何か書き出してみると共通項が見えてくることがあって、それが宇宙の方程式である、宇宙の法則を見出す非常にシンプルな方法なんです。だから皆さんもこれからちょっとこうやってみてくださいね。それで、今、乳がんと子宮がんと卵巣腫瘍の人の話を仕掛けているんですけど、さっきがんの話したからちょっと2分間別の話をしますね。来年の2月3月4月5月ぐらいに花粉症のシーズンが来ますね。で、この中に花粉症の人がいるかもしれませんね。で、花粉症の人をね、2、30人こうリストアップしてくるとですね、こうやってじっと見ているとね、この人たちの人格上の共通項が見えてきます。完全主義者。花粉症の人ってね、完全主義者なんですよ。みんな完全にきちんとやらなくちゃいけないって、中途半端に終わっちゃいけないって思ってる人たちで、これあるとこでお話をしましたら、二次会でね、ちょっと質問って言って手を挙げた人がいる。女性だったんですけど、35、6、7、8、9、10ぐらいの年がよくわかんない。私はものすごい花粉症なんだけれども、全然完全主義者じゃありませんって、何をやっても完全にはできないし、いつも自己嫌悪とイライラの毎日を過ごしていますって言うんです。それを完全主義者と言うんです。完全主義者じゃない人は完全にできなくてもいいんじゃないの、別にそれでって、私の実力だからとかって言って、いい加減に適当に生きられる人を完全主義者じゃない人と言うんです。で、完全にやらないと気が済まない人を完全主義者と言うんです。完全主義者というのは全部 100% 完全にできる人を完全主義者というのではありません。完全にできる人はイライラもしないし自己嫌悪もないから花粉症にならないんです。で、完全主義者というのは完全であることを主義としてモットーとして、人間はもともと神様じゃないのだから、もともと中途半端なものなのだから、ろくなもんじゃないし未熟なものなのだから、完璧にできるわけがない。だから100点満点の仕事を要求されて92点ぐらいで終わってしまうわけです。どんなに頑張ってもいいですか、93点にはいかないんだって、92点で止まるんだっていうのを覚えておいてください。あと8点足らない、どうしても。これを8点途上という。分かりましたか、ここに引っ張ってきたかったのずっと。どうしても92点でならなければいけない。でね、完全主義者が大体花粉症であるっていうのは分かったんですけど、この前、1、2ヶ月前、九州のどっかでですね、ここじゃなかった、福岡じゃなかったと思うんですけど、どっかでですね、長崎の方じゃなかったかな、20人ぐらいが二次会に残りまして、で、マイクを持ってね、身長185、6ぐらいの、体重が90か100キロぐらいの男性が立ち上がりまして、
世界さんの本を去年ずっと読み込みました、何冊も。で、花粉症の人間は完全主義だというのを自分で学んだ。で、そうかもしれないと思った。で、今年っていうのは西暦2001年ですね、今年の3月4月5月っていうのは力を抜いて生きるようにした。あんまり頑張らないで、完璧にできなくてもいいと思うようにした。そしたら例年の 10% か 15% ぐらいしか症状が出なかった、ね、でみんなが拍手したんですよ。よかったですね。で、今私は来年の3月4月5月が来るのが楽しみでしょうがないんです。来年というのは2002年ですね。ね、あと 10% 15% を完璧に克服できると思ってどうしても完全主義から逃れられないこの人それ完全主義者って言うんです。また完全主義者に戻っている皆さん笑ってますけどね、結局花粉症の人って完全主義者、自分が完全主義者であることが分かんないんです。そこのところが例年の 85% から 90% の症状を抑え込むことができたんだったら、もうそれで十分にありがたくて楽しいと思って感謝をして手を合わせてね、ありがとうございますって、私の体さんありがとうって言っていったら、それで力を抜いてありがとうだけ言っていくと 100% 治る可能性はある。ところが 85% まで抑え込むことができた、あと 15% 完璧に克服してやろうっていうのが本当に完全主義者の考え方なんです。わかりましたか？笑い事じゃないんですよ。本当に皆さんはそういうところが花粉症の人の中にあるんです。